い、5秒前、4、3、2、よれるけー、ボキャス、ジャガスゴいやー、コンセプトがなさすぎる。コンセプトがなさすぎた。途中までやったんですよ。嘘、あのバイクのコーナリングのようにこうやって来ようかなと思ったんですけど、え、全然そう、昇竜拳かと思った。途中でブレました。いやー、バイクなんかエンジン音が必要なんじゃないの。あ、それ最初のブラーがバイク、そうそうそう。いやー、これはちょっときついな、まあでもね、山岸さんみたいなバイカーのね、ディレクターの人なんかちょっと今バイク舐めんなって顔してますよ。え、本当ですか。いや、怒ってますよ。機嫌悪いですよ、ね、機嫌悪いでしょ。でも山岸さん、そんなあれでさっきエレベーターに一緒にいたの可愛い子ちゃんは誰なんですか。何、誰。さっき僕が地下に自販機サンドイッチ買いに来たら、山岸さん地下一にいて、おい、で、あ、後でって言ったら山岸さんの後ろにはなんか可愛い子ちゃんがいました。ええ、俺全然わかんない。これ俺、え、女連れで入ったんですか、会社に。知らないでしょ。あれ、僕の後ろに、あ、嘘をつくあたりがやばい、本物だな、おい。え、いました。いたじゃんか。女の人が、メガネかけたちょっと小綺麗な格好した女の子。いや、全然わかんない。やばいやばい、やばいっす、やばいっす、やばいって、そっちの方がやばいんじゃないですか。いや、俺が見ちゃったの。いや、そうでしょ。というわけで、より抜き10月号、今回大体何回ぐらいのポキャスをより抜いてますか。137か8ぐらいまで行ってますね。おお、もう全く何の記憶にもない130。覚えてました、ちなみにその辺。覚えてます。僕ね、覚えてるのがいくつかあって、そこをだから拾ったのがありますね。ああ、なるほど。もうもはや何のことだか僕たちは分からないですね。分からないですね。タイトルコールも何をやったか覚えてないでしょ。 100% 覚えてないですね。だってもう120何回目ってことは、120何回やってるってことですか。やってるってことだからね。それ全く記憶から消えている頃のポッドキャスティング、より抜きでご覧いただきましょう。うん、会いたいとき会えないかもしれないけど、それを我慢できるかっていうね、うん、でもまあメールのやり取りとかそういうのはできるわけだから、できるわけだからね。だからどうしてももう彼氏は絶対週に一度会わなきゃ嫌とか、しょっちゅう電話くんなきゃ嫌みたいな人だったら無理ですね、うん、それ諦めた方がいい。そうですね、そうですね。じゃあ最後に恋のアドバイスを575の川柳で締めていただいて終わりたいと思います。やっぱ来るもんじゃねえなここ。よろしくお願いします。五七五の川柳、季語は入れてもらって、季語、いや川柳だからいらないです。五七五の川柳で出会いのアドバイスを、コマネチーフさんに。そうですね、まあ、はい、いきますよ。ちょっと行きますよ。確かにダメです。そうなんですけど、いや、分かった言わないと。はい、3、2、大好きないいですね、あの子の体型、大好きなあの子の体型、超ブヨブヨ。アドバイスではないですね、はい、状況を説明しただけですね。ああ、はい、そうですね。3、2、告白は、いいですね。なんだかんだでタイミング。おお、告白はそうです、ね、なんだかんだでタイミング。そうです、ね、ルパンバージョン。はい、3、2、眠れないあなたを思う。あ、違うな、アドバイスですね。まあ恋の気持ちを歌っちゃいましたね今ね。そうですね、アドバイスですよ、アドバイスですね。いいですか。はい、はい、3、2、1、はい、眠れない君思う心。君思う。あれ、なんで昔くなっちゃった。ま、間の毛になっちゃった。数が違うね。ちょっとね。うん、大丈夫ですか。ちょっと待って、ちょっと待って。見たって感じ。たぎる思い。違うな。開幕6文字になっちゃったよ。よしよし、5文字、はい、5、4、5。はい、3、2、夏の夜眠れぬ気持ちはクールダウン。違うな、
いいですか、入りますよ。厳しい。厳しい。夏の夜。夏の夜。ゲーム片手に。片手に。君を思う。気持ちはもういいんで、アドバイスを。アドバイスか。気持ちはもういいんですよ。アドバイス。アドバイス。ね、告白はなんだかんだでタイミング、アドバイスですね。そこで小島さんなりの恋愛のアドバイス。ああ、なるほどね。自分に置き換えたっていいじゃないですか。自分の今までの恋愛ね。はいはいはい。うん、いいですか。はい。いきますよ。はい、3、2。夏の夜。夏の夜。メール打つ手を。メール打つ手を。ちょっと待て。ちょっと待て。これはいいですか。ちょっと説明させて。どうぞ。これあの夏の夜にね、すごいメールを打ちたいんだけど、だから気持ち的にもう一回ちょっと冷静になって考えてみろと。だちょっと待ちなさいと。なんで冷静になんなきゃいけないですか。なんかその大丈夫かなとか。合ってない、合ってるかなとか。よくできてる、よくできてる、よくできてる、はい、と思いますよ、はい、ぜひとも楽しみいただきたい。そしてですね、あのとにかくコンテンツ盛りだくさんなんですけども、今回あの特報、ね、がいっぱい入ってるんですよ。あのその E3 で発表されたあのタイトルなんかも入ってまして、ちょっとざっとタイトルだけいいですか。まずプリンスオブペルシャ、それ一つでも噛んだらもう引っ張ってきますからね。あ、わかりました。まずプリンスオブペルシャ、はい。なんでね、タイトルコールは大島さん、マツコデラックスのモノマネで。マツコデラックスはあんまよくわかんないです。ちょっと辛辣なオカマっぽいこうブラックなこと言ってくださいよ。3、2、うん、マツコデラックスだ。来たぞ、うん、ファミツコレッドで136回目、うん、うん、おねえ言葉なの、マツコデラックスは。でも髪長くて女装してるの、マツコ。うーっていう吹く感じじゃないですか、太った人って。いや、それはわかるけど、でこういう感じ。はい、今回裏バレ対決、お相手はこの方、大島です。ちょっと声が沈んでるよ。裏バレ対決って結構やばいっすよね。難しさを実感してますか。もう勝てる気がしないです、もう基本的に。これもう 100% ブラフじゃん。 100% 三味線弾いてるだけじゃん、お前。違います、今回しかも、うん、ちょっとお題目が結構やばいんですよ。ああ、やばいお題目ありますね。でもそれはルパンさんも一緒ですからね、ルールは一緒ですから、はい、今回は初対戦ですから、ルパン・オズマ。まあ、正直キムはもう手堅くやるっていうのは分かりましたよね、うん、それに対してこの対戦はちょっと想像がつかないなと。オッケー、残った、いた。おぉガチかガチか、突然の頭突き。あルパン、ルパン敗北、大島勝利。さあ、メガネ相撲を勝ったオズマさん、裏バラシ対決、先攻後攻どちらを取りますか。後攻。もう予告通りですね、宣言通り。ただアルパンさんも先攻で行くつもりでしたから、はい、これといってダメージはない、ね、戦略に変更はないわけですね。はい。緊張してるんですか、ルパンさん。これ本当緊張するんだよね。もうなんつうんだろう、このところもうおかしな感じ。もうおかしな感じになってるじゃないですか。ではまず1本目、ディスク2 26チャンネル大波動 3.0 三国志大戦3の裏話対決、ルパンさん30秒お願いします。今回あのキャットマンとしてですね登場している、AD の小川くん、あのハミチョイなんかでもね、あのおなじみなんですけども、今回ですね小川くんの方がですね、木村ディレクターが用意した演出で、カジ君が死んじゃうっていうシーンがあったんですね。でそこをキャットマンに扮してる、小川君がペロペロ舐めるっていうシーンがあったんですけども、そこを小川君がもうかなりですね、あの断ってで結局挙句の果てに断る、あのであの やらなくても済んだんですけども、それで、はい、終了。なんでだろうな、なんでだろうな、なんでだろうな。20秒
を過ぎたあたりからめちゃくちゃじゃないですか。なんか震えてなかったですか、手がプリ。いや、手見てなかった。手が震えてたんですか、ルパンさん。すいません、僕ストップウォッチばかり見てたんですけど、もうない半べそです、もう小島さん半べそないで。まあまあまあ、もうこれはいい、これはいい、これ全然自信なかったんだよ。まあまあまあいい、ムカつくな、この開き直り。もう初めから全然しちゃって別にマスターさん、罰罰書かなくてもいいでしょ、あなたメモ。プラバラシ対決1本目、大波動 3.0 30秒お願いします。はい、大波動の裏話なんですが、まあちょっとその前にですね、あの我がポッドキャストでおなじみの今井くんが合コンに行ったという話で盛り上がったと思うんですが、実はですね、その合コンになんとあのブービーカジさんも参加していたという事実がありまして、しかもですね、途中でですね、もうこんな合コンやめて三国志大戦3をやりたいと言ってた情報までありました。やっぱムービー解散にしてよかったと私思う次第でございます。はい、終了。なんだ、合コン的には最悪ですよ。合コン的にだって合コンやめてゲームしに行きたいって男が言うんだよ。いやでもそれぐらい三国志を愛してるっていうことだと僕は受け取りました。合コン的には最悪ですよね、今井君。そんなことない。おや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 、今井くん今何に対してそういうモードになったのかな。え、合コン的に最悪。だって合コンしてんのに合コン盛り上げないで三国志大戦やりたいって言っちゃうんでしょ。それはその解散のあれじゃないですか、自ら楽しんでいこう的に。あのそういう自ら楽しんでいこう大丈夫かお前ら。全然答えになってないですよね。でしょ、大波動 3.0 よかったな。どっち、オズマオズマオズマ三立て。まあまあ生きたってところで、ありがとうございます。まあだからネタなんか薄々ですよ。サンタさん、この勝敗のあれは理由は。いや、オズマが終わった時ないなって思ったんですけど、ルパンさんなんか思い出せなかったんですよ。中身が何を言ったか、何を言ったか。はい、裏話です。2本目はディスク223チャンネル、我らがファミツエブリビディポッドキャスティング奥多摩パーティー企画ですね。これの裏話はもう各々現場にいたわけですから取材はいらないと。イスカルパンさん、はい、裏話対決2本目、23チャンネルファミツエブリビディポッドキャスティング奥多摩パーティー企画の裏話30秒でお願いします。はい、奥多摩ではですね、ロッジの電気が消えた以外にも受け地と今井が謎の光を目撃するという怪現象がありました。これなんですけども、実はオズマが山小屋の窓から懐中電灯で外を照らしていたのが他のロッジの窓に反射していただけなんです。つまり今回の奥多摩では何一つ怪現象は起こっていなかったんです。はい、終了。まあ後でこの解説はいたしましょうか。はい、ポッキャスの裏話なんですけど、あの同じ号で坊主の丸々タイムのオープニング僕が出てたと思うんですが、実はあれルパンさんが川に流された浮き輪を取りに行った結果なんですよ。でちょっとこけちゃったと言ってましたが、実際こけたんですよ。で手を強打したんですよ。でちょっと溺れかけました。まさかもしかしたらですよ、僕はあそこで死んでたかもしれないわけですよ。そうするとあのポッキャスの奥多摩パーティーが遺作になっていたかもしれないという事実がありますので、皆さん心して。いやー、嘘つきの喋りだね。でかくでかく。いやマジっすよ。とりあえずジャッジいきたいと思います。裏話対決2本目、奥多摩パーティーよかったな、どっち。お、ルパンルパンオズマオズマ勝利。ルパン勝利。やったやったやった、やったやった、本気で本気で喜んでる。気持ち悪いぐらい喜んでます。全身を好調させて小島はじめ35歳、大した裏話でもなかったんですが勝利を。すごいことだよこれ。いや、ちなみに光を見た今井さん、その説納得いかないですね。でしょ、あれはでしょ、うん、でしょ、あれは懐中電灯の光は、ね、絶対ないです。何言ってんの。あれあ
あれはもう確実にお前反射する場所もでもないロッチがないとこで見てんだから。いやいやちょっと待ってください、明け方俺は今井君の話一緒に話してんだから、人が歩けるところじゃないっつってロッチ立ってないとこだよ。なんで俺見るんすか。いやないよ、だってこいつがやったんだよ。いやディディーシー誰か来た、誰ソースなんですか。これはあの僕らの宿敵のあの新馬さんです。俺だからもうメールでやり取りしてマジか、まあ、うわーってこうムカついたけどもマジですって言うから大妻さんに聞いてくださいってもうメールに本当です大妻さん、あの新馬さんを怖がらせないための嘘です。また出たよお前、俺この勝負だけは絶対負けたくなかったんだよ。だってこれ取れたことをまず言う、もう一つ目すげえ嬉しいから事実だったら またここうまんさんガセを待てガセじゃねえよ。改めてジャッジし直したいと思います。ちょっと待て、話し対決2本目よかったな、どっち。おずまおずま、何それ。ルパンさんガセはダメですよ、ガセはダメっすよ。ちょっと新馬呼んでくれよ。呼びましょう、呼びましょう。じゃあいいっすか、ちょっとちょっと大至急、ちょっと大至急8階に走れトラブルが、はいすいません。トラブル、いやこれトラブルだよ。怒っています。ルパン小島手が、ほんと顔が顔押さえちゃった。やったやった、本気で本気で喜んでびっくりしました。そんな喜ぶんだみたいな。納得いかないって言ったらでしょって言いましたから。何にも聞いてねえでしょじゃねえでしょ。俺それも納得いかないもう絶対褒められると思ってるの、もう肯定されるとしか思ってねえから。なんで否定したのに。でしょだって。その説納得いかないですね。でしょ、あれはでしょでしょ、あれはさあ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 役者が揃いましたよ。僕は大妻さんに何て言われたんですか。実はあのさっきあの2人が光見たっていうじゃないですか、はいはいはい、あれも多分俺の懐中電灯なんすよねみたいな。多分俺の懐中電灯見てビビったに違いないぐらいの話でしょ。そのいいですかルパンさん、大妻がどうせあれも俺の懐中電灯見てビビっただけじゃねえのぐらいの話だし、今井君全然そんなんじゃないよね。だってオズマが窓からバンバン照らしてんの現場にいたもんね、まずで、そこと全く違う方向で見てるんですよ。でそれが明け方見に行ったら人が歩ける位置じゃなかったから、あの光は何だったんだって話になったんですよ。ルパンさんどうですか、ことの真相が明らかになったわけですけれども。なんかもう誰も信じられなくて普通にブルーに、ルパンさん普通にブルーっていうのは誰を信じたらいいのかなっていうのと、次の3本目で3立てでルパンが取れば全然あれですから、どっこいになりますから勝負は。頑張ってください。さあじゃあ改めてね気を取り直して裏話対決3本目いきたいと思います。裏話対決3本目はもうディレクター何考えてるんでしょうかね。メニュー画面の裏話です。ひどいですね。これお二方苦労したと思うんですけれども、一応ネタはあると。大沢さん心臓がこれきついな、両者一緒ですから、ここで逆転の一発があればルパンさん今さっきの2本目のねちょっとケチがついたのはルパンさんね、スイッチをもう入れ直しって切り替えてください。切り替えて気持ちをいいですか。じゃあ裏話対決3問目メニュー画面の裏話30秒でお願いします。うん、俺はよ
メニュー画面っつうもんなんだけどよ。みんな元気かい？俺は実はゲームウェブ DVD の頃から数えると4代目のメニュー画面なんだ。みんなこれは知ってたかな？最初の頃なんかカラーバーしかなかって押せねえんだぜ。でも今のファミチー DVD のメニュー画面、俺を見てくれよ、4代目のメニュー画面を。どうだい、これを作ってくれてる俺の親父は長野さんで、はい、終了。いや笑えねえな俺。来たな。いやこれ持ってかれたな。攻め方を変えてきた。これいったら、さあ大妻さん、これきつい、予想もしない攻撃が出てきました。さあいきますよ、裏話対決3本目、メニュー画面30秒でお願いします。あー外れたよ。メニュー画面のですね、裏話なんですが、ボスのあのまあそうですよね、ウェブ入ってるボスボロボロタイムの DVD のあのボリューム2のまあやばいこれ水くんあーもうダメだこれ。よかったまどっち。うわーさあちょっと待って、さあ見事な逆転。しょうがない、ルパンさん、これは最初からの作戦通りですか？全然、あ、もうギリ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 で、はぁ、奇跡の一発出ましたね。というわけで、勝負的には3本目は3立てで勝ったんで、いわゆるイーブンっていうことなんですけれども、どうしましょうか、ジャッジとか罰ゲームとかいろいろ。いや、もう勝ちでいいんじゃないですか。おぉ、まあ、マジっすか。しょうがない、しょうがない、しょうがない、これはしょうがない。というわけで、勝負全体振り返って、なんと裏話対決ルパン越しましょう。やったー、すげー嬉しい、ここ最近で一番嬉しい。というわけで、ファミチキ DVD ポッドキャスティング137回目、お相手はプロの鈴木とルパン小島と大島でした。いやー、それだけかけてたんだね。そんな大きなことだったんだね、裏話対決が。ここ最近で一番嬉しいが裏話対決で勝ったことっていうぐらい物差しが小さいから雑誌がなくなったんじゃないかなって思うんですよね。もっと売り上げがね、何千部伸びたとか、大きい広告取ってきたとか、そういうことで喜んでもらいたかったよね。もうものすごいブルになってましたからね。メニュー画面だで勝って、うわーって、すごかったね、感情の起伏がね。そうですね、勝った時の最初の勝った時のでしょうはやばかったですね。でしょう人の話何にも聞いてないから、いや納得いかないですね。でしょうどあいつの目とか耳とかいろんな機能はさ、どうなってんの。即答でもないからね、今井君の言うこと聞いて考えてでしょって言ってるからね。あれ不思議だわ。なんだろうね、いや面白いですね、面白いね、うん、いやー、はい、しかも忘れてる、忘れてますね、あの恋のやつとか全然覚えてないですもんね。え、 恋のアドバイスのやつ、川柳の最初の全く覚えてない。あれもだって多分散々やって最後締めでっつって、まあいい川柳が出てドーンと終わろうと思ってからが長いもんね。そうですね。またルパンはでも正しくね、川柳の読み手だと思うよ。おう、だってほら気持ち、ね、自分の気持ちとか恋心みたいなのはもう大好きってことが分かるじゃん。おう、そうですね、アドバイスとしては一切できないけど、なんかまあでも堅くなにアドバイスって言ってるのに全く出てこなかったっすね。ボキャブラリーはずーっとこう気持ち思いみたいな言葉でぐるぐるしてたけどね。なんかあれ思い出した、頭の悪い犬がこう尻尾を自分の尻尾をそうそうそうぐる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 回ってるみたいな感じでした。ね、だからなんていうか、ピュアなんだね、ルパン小島くんはね。ピュアすぎて傷つくのが嫌いだから嘘をつくしごまかすしみたいなね。いやいやいや、まだまだ面白いじゃないですか。面白いですね。それこそラジオのポキャスを全部もう今聞き返すのが大変じゃないですか。大変ですね。だこうやって山岸さんがね、面白ディレクターの山岸さんが面白いところをつまんでくれたものを見ればいいじゃない。そうですね、面白いところをチョイスしたものを、そのための月額700円であると思ったら納得もしていただけるんじゃないかな。納得もしていただけると思います。
で買ってくれた人がまた新しい人を紹介してくれるとその人にバッグがありますから。マジっすか。でこれが下にどんどん増やしていくと2人が4人、4人が8人、8人が16人になるとあなたが紹介した最初たった2人にしか紹介していないのに、うんうん、気づけば16人分のバッグが上がってくるという。え、何ですかその新しい。素晴らしいじゃないですか。すごいですねそのビジネス。これを繰り返していくとなんと渋谷に自社ビルが建つという。マジっすか。また来月。